どうも、ゆっくり霊夢です。おっすおっす、マリサだぜ。今回からアベオニ4.17をプレイしていくぜ。アベオニって難しいのかな。でも、青鬼をクリアした私なら余裕かな。お、アベオニでは難易度を選ぶみたいだぜ。一応全部の難易度を見てみるよ。イージーだとチキンセーブができるみたいだぜ。じゃあ次はノーマルを見てみるよ。これが普通のアベオニみたいだね。最後はハードだな。これは本当に難しそうだね。私はイージーでいいかな。青鬼を見事クリアした人がイージーなんかでいいのか。む、じゃあノーマルでやってやんよ。青鬼であんなにチキンセーブしてた人が大丈夫なのか見ものだぜ。クソ味噌テクニックっていうのは、いい男にホイホイついていってしまう話だよ。その館には幽霊が出てくる。ちょっと読むの早いぜ。ギリギリ間に合ってないぜ。お父さんって勇者だな。そしてホイホイ行くことになった。アベオニ、アベオザ。今回のたけしはマナーモードっぽくないね。あれ、こいつ顔グラおかしくね。ちょっと、道屋だけ手抜きすぎだろ。何それ怖い。道屋が霊夢と同じこと言ってるぜ。うわぁ、なんかすごいへこむ。これは青鬼と同じ流れだな。皿の破片を拾ってくるみたいなもんだよね。あれ、この流れってまさか。そのまさかの、プレイヤーが道屋だよ。仕方ない。顔がネタすぎるけど仕方ない。戻ったらみんながいないパターンだよ、これ。あれ、なんか聞こえなかったか。確かにドクンって聞こえたよ。そしてこの音だんだん速くなってるみたいだぜ。音が止まったみたいだよ。道屋、終わったのか。きっと安倍さんにやられたに違いないぜ。ずっと道屋がプレイヤーじゃなくてよかったよ。さすがにあの顔で主人公はないよね。さて、ここからが本当の始まりみたいだぜ。とりあえず道屋の様子から見に行ってみようか。まあ、あの悲鳴からして無事だとは思えないけどな。何か落ちてるみたいだね。部屋の鍵を拾ったみたいだぜ。てか、道屋は安倍さんに連れて行かれたのかな。おそらくそうだろうな。道屋のんけ卒業おめでとう。今回はノーマルだから、黒電話でしかセーブできないんだったね。だから黒電話を見かけたらこまめにセーブしとかないとな。じゃあセーブしたし拾った鍵のところに行ってみようか。割と青鬼と建物の構造が似てるから、なんとなく鍵を使う場所がわかるぜ。鍵の説明に場所を書いてるから助かるね。これなら迷うことが減りそうだな。おお、ここにも黒電話があるね。セーブセーブ。タンスを見るとマナーモードを思い出すぜ。アベオニにもマナーモードになる人いるのかな？霊夢がマナーモードになると思うぜ。私、今回は絶対にガタガタしないよ。フラグですね。わかります。フラグじゃないよ。今回はガチだよ。うほ、いい男。あのいい男の正体がアベさんだよ。今回はアベさんと鬼ごっこをするんだぜ。もしも捕まったら、言わなくてもわかるよな。捕まったらのんけ卒業だよ。安倍さんがログインしました。やっぱり出てきたか。でも、どうしよう。いくら青鬼と建物が似てるって言っても、さすがにわからない部屋に逃げるのは怖いな。だからって、ここをずっとぐるぐる回ってるのは絵的にどうかと思うぜ。そんなこと言ったって、あの安倍さんの目を見てみろよ。私のお尻しか見てないよ。油断したら即やられるよ。ちゃんとお尻を引き締めて逃げろよ霊夢。うわ、安倍さんがまだ追ってくる。もう大丈夫だろうと思ったのに。霊夢これは積んだんじゃないか。まだだ、まだ終わらんよ。おお、これはいい感じに切り替えてたな。ふう、なんとかやられないで済んだよ。逃げ切ったことだし、とりあえず黒電話。じゃあ次はさっき拾った鍵のところに行ってみようぜ。物置か。何かアイテムがたくさんありそうだね。いろいろ置いてあるみたいだな。うお、
何この声。幽霊なのか。とことんついてない幽霊みたいだよ。この幽霊を何とかすればいいんじゃないか。何とかするって言っても、お供え物とかするのかな。じゃあそれらしきアイテムを探しに行こうか。まだ行ってない部屋が多いからいろいろ行ってみようか。この花とかお供え物に使えそうだな。じゃあ適当に持って行ってみようか。なんかついでに容器も拾ったよ。じゃあ試しにバラから持って行こうか。この花を一回で当てたらすごいよね。やっぱり花を渡すのは合ってるみたいだぜ。でも、バラではなかったみたいだね。じゃあちょっと正解の花を見つけるまで倍速するぜ。倍速してる間にこれからについて話すよ。これから動画の奥配週間に一本をペースにやっていこうと思うよ。時間の関係上これ以上早めるのは難しいぜ。少しペースは下がるけどこれからも見てくれると嬉しいぜ。今更になるけど、新しく下に字幕を出してみたよ。赤い文字が私が喋ったことで、黄色の文字が私が喋ったことなんだぜ。これで聞き取りにくかった言葉もわかりやすくなったかな。さて、そろそろ倍速終わるぜ。そして結局、正解の花は最後に残った一つだったという。霊夢の運のなさもあの幽霊に負けず劣らずだな。くそー、でもわかったからいいじゃないか。おお、これでやっと進めるな。え、幽霊何も落とさないんだけど。とりあえず部屋の外に出てみようか。あ、アイテムが落ちてるみたいだね。霊夢、そういうアイテムは気をつけて取らないと。いやー、阿部さん、何も考えないで取っちゃったよ。とりあえず本棚を一周しようと思うよ。その後はどうやって逃げるんだぜ。タンスを使って逃げようと思うよ。マナーモードフラグ来たこれ。来たこれとか言ってる場合じゃないから、阿部さんの追跡性能の方が青に上回ってる気がするよ。今回はあっさり諦めてくれたみたいだな。早めに諦めてくれてよかったよ。じゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。オスオス、マリサだぜ。今回も阿部鬼やっていくぜ。今回は、前回拾った鍵の部屋から行ってみるよ。拾った鍵を使う場所は3階みたいだから行ってみるんだぜ。そういえば、私の字幕をオレンジ色に変えてみたよ。まだ見にくかったらコメントちょうだいね。お、鍵を使う部屋はここで合ってたみたいだぜ。壁に絵が飾ってあるみたいだね。ちょっと見てみようか。なんかカオスな絵だな。何かのヒントなのかな。ちょっと今はわかりそうにないから、まず本棚の上のアイテムを取ってみようか。このアイテムは椅子に乗って取らないとダメみたいだね。まあ、これくらいの仕掛けはすぐにわかるようになってきたな。相変わらず運ぶのが面倒だけどね。マッチゲットだぜ。マッチって小学校の理科の実験を思い出すよ。アルコールランプに火をつけるときに初めて使って、うまくつけれてテンションが上がって何本も使っちゃったんだよね。もちろん先生に怒られたけどね。じゃあ霊夢、この暖炉に火をつけてくれ。一本しかないみたいだから無駄使いはできないけどな。マリサが長々と話してる間につけ終わったよ。ものすごい早かったな。どんだけマッチ好きなんだよ。でも、マッチよりマリサのことの方が好きだから。バカ照れるじゃないか。急に何言い出すんだよ。とでも言うと思ったか。まず、比較対象がマッチの時点でありえねえじゃねえか。やっぱりバレたか。さすがにそれに騙されるわけないだろ。でも意外と、迫真の演技をすればいけるんじゃないか。なんでそんな無駄なことに全力で演技しようとしてるんだぜ。さて、次に進む方法を探してるんだけどなかなか見つからないね。なんでそんなところに木箱があるんだよ。その木箱に追うから霊夢持っておけよな。ひどいよマリサ。私ばっかり辛いじゃないか。じゃあ私はこっちの水持つから、これで大丈夫だろ。全然大丈夫じゃないよ。一番問題の木箱がそのままじゃないか。でも、私の持ってる水は重いから仕方ないじゃないか。くそー。後で覚えてろよマリサ。忘れるまで覚えておくぜ。そういえば、さっきの木箱って暖炉で燃やせるんじゃないか。じゃあ、試しに燃やしに行ってみようか。てか、それくらいしか思いつかないんだぜ。
お、合ってるみたいだよ。燃えているせいで取り出せないみたいだぜ。これで取り出せるようになったね。中身は子供部屋の鍵みたいだぜ。子供部屋は4階みたいだから行ってみようか。そろそろ阿部さんが出てきそうな気がするぜ。あんまり阿部さんが出てきてないからね。この部屋にも黒電話があるみたいだぜ。とりあえずセーブしてから探索してみようか。テーブルの上にある手紙みたいなものはなんだぜ。手紙は何でもなかったよ。なんか話が始まったみたいだな。二手に分かれて行動するみたいだよ。たけし一人で行動するとか勇気あるな。マナーモードとは大違いだね。たけし気をつけろよ。ここ4階だから落ちたら怪我するぜ。たけしー。だから気をつけろって言っただろ。でも、なんとか無事みたいだよ。お、ここで一区切りみたいだな。たけしが気になるから、たけしからやっていくよ。まったく本当にだらしない縄だぜ。さて、ここからどうすればいいんだぜ。とりあえず行けそうなところを探してみるよ。ずいぶん細い道だな。ここで阿部さんが出てきたら逃げるのは難しそうだぜ。お、あそこに階段があるみたいだよ。行ってみようか。洞窟みたいだな。でもまず黒電話だな。親切に注意書きがあるよ。松明が必要ってことはこの先は真っ暗なのか。やっぱり真っ暗みたいだね。この松明ってポケモンのフラッシュくらいしか照らせないのかよ。青鬼のライターよりはマシだけど、この洞窟だときつそうだね。しかも、この洞窟結構迷いそうじゃないか。こういう迷路みたいな洞窟は苦手なんだよね。同じ場所を気がつかないうちに回ってたりしてね。ポケモンのチャンピオンロードとか、ドラクエの洞窟とか、今までいろいろなところで迷ってきたぜ。この洞窟もそれくらい長いのかな。だとしたらグダグダになる可能性もあるよ。できるだけ道に迷わないように気をつけるんだぜ。何か目印になるものがあればいいんだけどね。え、阿部さんと正面衝突したぜ。阿部さんって暗闇でも関係なく出てくるんだ。さっきのところにたどり着くまで結構時間がかかったからカットするぜ。カット。さて、阿部さん。今回は不意打ちじゃないから完璧に逃げ切ってあげるよ。ってあれ、てっきりまた待ち伏せしてると思ったのに。さっきの阿部さんはランダムで出てきたみたいだな。どんだけ運悪かったんだよ。しかも BGM も反応できない早技だったよ。さすがだぜ阿部さん。それにしてもなかなか長い洞窟だな。こんなところに穴があるみたいだぜ。ちょっと飛び降りてみようか。まあ、穴以外に進める場所もなかったし行ってみるか。このままだと今回の動画のほとんどが洞窟探索で終わってしまう。やばい、なんとかしないと。洞窟探索ばっかりになっているのは誰のせいだぜ。マリサのせいだよ。おい、嘘つくなよ。霊夢がこっちに行こうとか言うからだろ。いやいやいや、マリサだってこっちでいいんじゃないかとか言ってたじゃん。はぁ、言ってねえし。どうしてこうなった？え、これって入り口じゃん。もうくだらない言い合いはやめようか。うん、とりあえず倍速でさっきの黒電話まで。洞窟でここまでハマるとは思わなかったぜ。でも、こんなに迷っているのに阿部さんが一回しか出てきてない奇跡。カットした間も阿部さんが一回も出てこなかったんだぜ。これって私たちが強運なのかな？それとももともと阿部さんの出現率が低いだけなのかな？きっとノーマルだからなんだぜ。こんなことならハードにすればよかったな。逆に阿部さんばっかり出てきて進まなかったら大変だけどね。そんなことでガチホモに目覚めても困るしな。ちなみにウプ主はノンケだからね。おお、これは洞窟から抜けれたんじゃないか。よかったぜ。ずっと洞窟から出れないかと思ったぜ。
霊夢スイッチ押すまでの迷いがなさすぎるぜ。まあ合ってたからいいじゃん。もしも安倍さんが出てくるスイッチだったらどうするんだぜ。何その緊急安倍さんスイッチ。とってもいらないんだけど。これはエレベーターみたいだな。電源はさっきのスイッチじゃなかったのか。一瞬画面がおかしく感じたかもしれないけど問題ないから大丈夫だぜ。うぷ主のパソコンが悪いだけだからね。あなたのパソコンはのんけです。とりあえずエレベーターを動かせるようにすれば良さそうだから、電源を探してみるんだぜ。ここは鍵がかかってるみたいだ。なんかあそこに小さい安倍さんがいるんだけど、近づいても大丈夫なのかな。なんか喋ったんだけど。でも特に追ってくるわけじゃなかったし大丈夫なのかな。あれ、いないみたいだぜ。なんでだろう。ベッドが二つあるのがこんなに怖く感じるなんて。まあ、安倍さんの館にあるんだから怖く感じるだろうな。きっと夜のレスリングが行われるんだろうね。あそこに宝箱があるみたいだぜ。お宝お宝。この鍵は共通して使える鍵みたいだな。ちょっとバンジカムって文字が邪魔で見にくいね。でもフリーソフトで録画してるから仕方ないんだよ。ごめんね。雑な地図を拾ったみたいだぜ。雑でも地図があるだけ助かるよ。ごめん前言撤回。雑にも程があるよ。これはウプ主の絵といい勝負だぜ。こんな地図でもいつか使うことになるかもしれないから、大事にしておこうね。さて、さっき拾った鍵を右下の部屋で使ってみようか。この部屋で使えるのかな？お、ここで使えるみたいだぜ。ここにもお宝があるね。中身は部屋の鍵だったな。このドアは廊下に繋がってたんだな。じゃあ次は上の部屋に行ってみようぜ。この奥には何があるのかな？オラーワクワクすっと。ちょ、なんでしまったんだぜ。うわぁ、これは安倍さんがやってきそう。取った瞬間安倍さんが。来ませんでした。木の番って何に使うんだろうね。安倍さんから身を守るために使えないかな。木の板じゃ、安倍さんのマグナムから守ることは難しいと思うぜ。さすが安倍さんだ。恐ろしい貫通力だ。とりあえずさっきの廊下にもっかい行ってみようか。まだ一番奥の部屋には行ってなかったからね。鍵がかかってて入れないみたいだな。じゃあ、今回の動画はここら辺で終わりだね。前回、週一で動画をアップするとか言っていて危なく最初から破るところだったぜ。理由は体育祭がありました。全身が筋肉痛で死ぬほど辛かったです。文化部が無茶するもんじゃないぜ。中学の時は運動部だったから頑張っちゃったんだよね。まあ、ウプ主の学校話はこれくらいにしようか。ここまでご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。おっすおっす、マリサだぜ。今回も阿部鬼やっていくぜ。今回はまず、前回拾った木の板を使えそうな場所に行ってみるよ。と、その前に、また霊夢の文字の色を変えてみたぜ。オレンジ色だとマリサと似てるし、赤だと見にくいし、間を取ってピンクで、ってことでこうなりました。ウプしてみるまで文字の漢字がわからないから、いろいろと試行錯誤してるんだぜ。なんかこの壁、気になるね。でも今は無理そうだな。ふむふむ、このくらいの仕掛けなら簡単だね。じゃあ、ちゃちゃっとやっちゃおうぜ。これってポケモンの怪力みたいだよね。そういえば、ブラックホワイト2が発売されたよな。視聴者の皆さんで買った人はいるのかな。私は前作を買っていないのに買おうとしているよ。なんか久しぶりにポケモンをやりたくなったんだよね。まあ霊夢はレベル上げサボって、四天王で積むんだけどな。ドラゴン使いの渡るに何度も帰り討ちにあったのは、ここだけの内緒の話だよ。お、ドアの間の鍵を手に入れたぜ。じゃあ次はあっちの宝箱も取りに行ってみるよ。中身は何かな？ワクワク。どうせ鍵じゃないか。そろそろお宝の一つ。はい、鍵でした。いいじゃん、お宝くらいあったって。しかもこの鍵、
前に拾ったやつと同じじゃんかよ。まあそうぐれるなよ。きっとこの鍵だってまた使うんだよ。うん、そうだよね。使わない鍵なんて意味ないもんね。そうそう。でも今はとりあえずドアの間を探してみるんだぜ。その前にセーブしておこうか。安倍さんがあんまり出ないからって油断してるとひどい目に遭いそうだからね。またやり直しは面倒だからな。じゃあセーブもしたし、気を取り直してドアの間を探しに行こうか。ドアの間は1階にあるみたいだから、あと残ってる部屋は廊下の一番奥の部屋だな。あれ、ここじゃないみたいだよ。あれ、他に行ってない部屋ってあったっけ？確かこっちの方にあった気がするよ。ああそういえば下のドアは鍵がかかってたな。ここで会ってたみたいだね。ドアの間っていうだけあって、ドアがたくさんあるな。なんか動物みたいな絵が描いてあるけど、部屋に入ったらその動物がいたりするのかな。入れないみたいだぜ。入るための法則がありそうだね。ネズミっぽいドアには入れるみたいだな。これはもしかして。なるほどわかったよ。これは干支の順番通りに行けばいいんだよ。ちなみに干支の順番はわかるよな。もちろんだよ。ね。牛、虎、タツ、ミ、馬、羊、猿、鳥、犬、問題ないみたいだな。でも、一瞬フランがいなかったか。え、気のせいじゃないかな。この干支の絵ってちょっとわかりにくいね。あ、言ってるそばから間違えた。おいおい、そんなボンミスするなよ。おい、なんで早送りなんだぜ。なんとさっきと同じミスをやらかしたんだよね。てへ。てへ、じゃねえよ。なんで同じミス繰り返してるんだよ。これだとバカ丸出しじゃねえか。大丈夫だよ。バカでもゲームはできるから。ほらね。確かにできたけども。地下室の鍵を手に入れたよ。じゃあセーブしたら地下に行ってみようぜ。この動画を作っててちょっと不安に感じる時があるよ。話のネタがつまらなすぎるように感じるんだよね。自分で作ってから見直して恥ずかしくなってるよ。こんなグダグダな動画でも見てくださる方がいる限り、全力で頑張っていきたいよ。さて、セーブもしたし地下に行ってみようか。地下は目の前のドアから行けるのかな？おう、行けるみたいだな。地下室とか安倍さんが出てきそうだね。そういえば全然姿を現さないな。まあ出ないに越したことはないけど、あんまりにも出てこないと拍子抜けするぜ。でも、安倍鬼は青鬼よりも謎解きとかが難しい気がするよ。干支とか知らなかったら詰みそうだし。あれ、この先には進めないんだな。もし安倍さんから逃げてここにたどり着いたら、想像しただけでも怖いね。こっちにも行ってみようぜ。ここは明るいから迷わなくていいね。おお、たけしはここで一旦終わりみたいだな。じゃあ、次はタクヤとウルリカちゃんを動かすんだね。道屋はどこにいるんだろうな。やっぱり建物の中にいるのかな。ああ、そういえば道屋探してたんだっけ。すっかり道屋って名前すら忘れてたよ。あ、でももちろん顔だけはしっかり覚えてたよ。だってあの顔だもんな。ちょーい、安倍さんが普通に向かってきてるじゃないか。油断してるとこうなってしまうんだな。くそ、久しぶりの登場で堂々と来たから焦ったよ。背後じゃなかったからな。次は気をつけるんだぜ。来るのが分かってれば落ち着いて逃げれるんだけどな。来るのか、来るのか、来たけど今度は普通に背後だと。安倍さんのフェイントマジリスペクト。そんなもんリスペクトしなくていいから、とりあえず安定して逃げれる図書館を使って逃げよう。なんか図書館使って逃げるのって卑怯じゃないか。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。見てる人はどう思ってるんだろうね。視聴者様の反応次第で図書館縛りにするかもな。そんなことしたら私終わっちゃうよ。まあでもそれはどうなるかな。それよりこんなところに夢の国の住人がいるぜ。夢の国の住民、捕まえる。私の手にかかればこんなものお茶の子さいさ。おい、どこら辺が余裕なんだぜ。ものすごい時間かかってるじゃないか。こいつただのネズミじゃないな。いや普通のネズミだから、無駄な設定つけようとすんなよ。このままだと私が下手な人に見えるでしょうが。
見えるんじゃなくて本当に下手だから問題ないぜ。そういえば4階に小さな穴があったけど、このネズミ使えるんじゃないか。そうだね。試しにって言ってるそばから安倍さんが、安倍さんたけしの時は休んでたのにこっちでは張り切ってるな。こうなったらタンスに逃げるしかない。でもガタガタはしないはずじゃ。ガタ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 クワガタガタガタ、すぐにガタガタしやがったこいつ。ガタガタこそ最強。最強がすぐにやられたぜ。なるほど。この世に最強なんて存在しないということを身をもって体験したよ。アホな体験だな。ご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。オスオス、マリサだぜ。今回も阿部鬼やっていくぜ。今回はまずはじめに。前回ゲットした夢の国の、おーい。ちょっとまだ話終わってないんだけど。開始早々阿部さんとか勘弁してよ。今回も阿部さんが張り切ってるな。そんなに張り切らなくていいの？ああ、やられたー。今さら曲がるタイミングをミスるとか。追われてる時は焦ってるから全然冷静じゃないんだよ。次は気をつけて逃げるんだぜ。さあ来い阿部さん。あれ？今回は来ないみたいだな。なんで気合い入れた時に限って出てこないんだろ。もしかして阿部さんって独身術使えるんじゃない？阿部さんハイスペックすぎる。無事に4階までたどり着いたから、とりあえず黒電話。じゃあ、小さい穴にネズミをぶち込みに行こうか。おお、ぶち込めるみたいだね。ネズミを操作するってなかなかシュールだな。このよくわからない生き物はない。ゲイバーだぜ。あの生き物にぶつかるのもアウトみたいだね。触らぬ神にたたりなしってことでスルーしていくのがいいみたいだな。スルーする。くだらねえこと言ってんじゃねえよ。でも日常で何気なく使っちゃうよね。偶然話したことがダジャレになってて、指摘されて恥ずかしくなったことはあるぜ。なんか、わあ違う違う。今のは狙ってたわけじゃないから。本当にマジだからね。本当偶然の出来事だから。って焦っていろいろと言い訳しちゃうんだよね。これってあるあるなのか。少なくともウプ主派な。まさかあそこから出てくるなんて。さあ次こそ来るのか阿部さん。どうせ油断した隙を狙ってるんだろ。今回も出ないみたいだぜ。なんなんだよ。身構えてるこっちの気持ちも考えてほしいよ。プンプン。阿部さんの駆け引きのうまさ、すごすぎるぜ。それにしてもチキンセーブができないとなかなか進まないね。だからちょっとカットが増えるよ。ごめんね。お、なんか落ちてるみたいだぜ。レバーって言えば焼肉が残念だったよね。レバー好きな人には大変だよな。でも霊夢、今拾ったレバーはそのレバーじゃないと思うぜ。え、どのレバー？多分スイッチのレバーだと思うぜ。いや絶対だな。なんだ、せっかく食べれると思ったのに。いやいやたとえ拾ったとしても食うなよ。おお、この机使えるみたいだよ。ここでタクヤ&ウルリカも一区切りみたいだな。てか、あれ誰だっけ？あの顔がネタな人ってどこに行ったんだよ。やっぱり阿部さんに捕まってるんじゃないか。もう阿部さんの生贄になったってことでよくないか。そしたらこのゲームどうなるんだぜ。普通にホラーゲームだよ。お、なんか簡単な計算があるね。答えは1211だな。とりあえず覚えておこうか。ここは本棚がたくさんある部屋だね。本棚がたくさんあるから調べるのが大変そうだな。とりあえず本棚の上にアイテムがあるみたいだから、この椅子を使って取ってみるよ。本棚の上のアイテムくらいよじ登って取ってほしいぜ。電源パネルの鍵、ゲットだぜ。電源パネルの鍵はその名の通り、電源パネルの鍵だな。そういえば私ポケモン買ったよ。そしてやってたらものすごい可愛いポケモンに出会っちゃったんだよ。ほう、なんていうポケモンだぜ。車湯だよ。じとめいいよじとめ。じとめ最高。どんだけじとめ好きなんだぜ。手持ちポケモンを全部車湯にしたいくらい好きだよ。車湯可愛いよ車湯。あ、興奮のあまり噛んじゃった。霊夢が車湯を大好きなのはよくわかったから。とりあえず黙ろうか。車湯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 。黙れー。ふう、これで静かになったな。
おお、十進数と二進数についての本があるみたいだな。これって情報の授業で習ったからわかるんだけど、みんなは習ってるのかな？は、ここはどこ？私は誰？起きたか、レイム。そうだ、思い出した。マリサ、急に何するんだよ。レイムがあまりにもうるさいからだぜ。あれ？ここから先ないの？でも、メモがあるみたいだな。じゃあ、そのメモを見てみようか。左側が二進数で、右側が十進数で表してるみたいだな。とりあえず、どこかしらで二進数を使うことは分かったね。他にも何か本がないか調べてみるんだぜ。特に何もなさそうだね。それじゃ、左上の部屋に行ってみようぜ。おお、合流できたみたいだな。あ、アイテム落ちてる。え、感動の再会の瞬間なのにアイテム優先なのかよ。だってアイテム大事でしょ。拾ったのは二進数っぽいメモだね。その謎解きは後でいいから、今は二人に会いに行くんだぜ。ああ、あのネタ顔の人の名前って道屋だったね。やっと思い出したよ。道屋って名前忘れやすいな。もうイナフとかでいいんじゃないか。せっかく名前思い出したんだから、道屋ってちゃんと呼んであげようよ。次に道屋の名前思い出せなかったらイナフ決定な。かたくなにイナフをしてくるな。別にイナフでもいいけども。さて、じゃあ合流するための道を探してみようか。左のドアから合流できそうってのはわかるな。そのための鍵を見つければ良さそうだね。さっき拓也とオルリカちゃんからもらった鍵は、下のドアで使えるのかな？使えたみたいだな。ここはエレベーターを起動するための部屋なのか。でもパソコンは動かないみたいだぜ。お、ジスコードについて書いてあるみたいだぜ。ジス、ジャイアン、いい男、すぎる、の役でしょ。そんなジス聞いたことねえよ。でもジャイアンって、映画ではいいやつだよね。確かに映画ではかなりいいやつだけども、映画見てからアニメ見ると、あのジャイアンは何だったんだ、ってなるぜ。ジスコードは数字で日本語を表してるみたいだね。うわ、すぐに付録閉じちゃった。バカやってないで、もっかい付録見せろ。ふむふむ、これはさっきのメモさんを使うみたいだな。メモさんはこんな感じだったよ。これは二進数じゃなかったんだね。さっきの表に当てはめてみると答えは道下だぜ。きっとどこかで使うんだろうから覚えておこうか。他にも何かないか探してみるんだぜ。スイッチってことはあのレバー使えるんじゃない？おお、これでスイッチをオンにすればエレベーターが動きませんでした。今のは動く感じの流れだったじゃん。メモ2がこんなところに入ってたみたいだね。また数字かよ。もう数字はいいよ。でも今回のはそのままパスワードみたいだね。とりあえず黒電話してから探索を続けてみようぜ。なかなか合流するための鍵が見つからないね。もしかしたらエレベーターを使って探しに行くのかもしれないな。4桁の数字って8421のことかな。違うみたいだね。じゃあ、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回まで、ゆっくりしていってね。どうも、ゆっくり霊夢です。オスオス、マリサだぜ。今回もアベオにやっていくぜ。今回は電源パネルに、パスワードを打つところから始めるよ。前回すっかり忘れていた、1211。を打ち込んでみるんだぜ。なんで忘れてたんだろうね。メモまでしっかり取ってあるのに。メモの意味ねえな。これは1211とそのまま打つだけじゃダメみたいだね。じゃあこれを二進数に直してみるんだぜ。1のところに2を代入してべき乗するよ。2の0乗の場合は0じゃなくて強制的に1になるぜ。これを足すと19だね。パスワードの答えは0019みたいだね。わかりにくい説明ですまないぜ。みんなが習ったやり方と同じかな。私はこのやり方しか使わないんだけど。おお、パソコンが起動したみたいだぜ。下のスイッチも動くようになったのかな。このスイッチ、ニートだ。いずれ働いてくれるさ、このスイッチは。
パソコンにもパスワードを打ち込むみたいだぜ。これはメモさんで解いた答えの道下で良さそうだね。後ろのパソコンのモニターがやけにリアルだな。デスクトップにハンゲームがあるね。さて、道下で合ってるよね。でも道下ってなんだろう。道下っていうのは、クソミソテクニックに登場する人物だぜ。パスワードは合ってたみたいだね。これでスイッチが使えるようになったのか。スイッチがちゃんと働いてくれたよ。もうニートなんて言わせないよ。エレベーターが使えるようになったな。あれ、さっきまで人なんていたっけ。いや、いなかったと思うぜ。てかあの人って前に笑っていなくなった人じゃないか。ああ、じゃあ別に近づいても大丈夫なんだ。加速してきたこの人大丈夫じゃないよこの人。まず見た目が小さい安倍さんだし。てか、この安倍さんが小さいんじゃなくて、普段の安倍さんがでかすぎるだけだろ。ふう、諦めてくれた。青鬼を基準で考えてたからでかいのが普通と思ってたけど、よくよく考えれば安倍さん巨人だな。さっきまでいなかった安倍さんがいるってことは他にも何か変化があったんじゃないか。予想通りだね。これはこの前調べた時はなかったよ。何々、男子高生が公園で惨殺される。校門裂傷とか怖いね。ちょっと安倍さん近くない。さすがにアイテムを取ってる時は狙ってこないみたいだな。よかったよ。この鍵で左のドアを開ければ二人と合流できるね。もしも鍵を見つけないでエレベーターに行ったらどうなるんだろうな。たけし一人で脱出とかになるのかな。まあ、無事に合流できたしそこら辺は気にしなくていいか。じゃあ、エレベーターに行ってみようか。エレベーターまで魔法使うぜ。ピオリム。ピオリムを使うことで普段の4倍の速さで動けるようになるのだ。はい、あっという間にエレベーターの前までやってきたぜ。エレベーターの使い方？ボタンを押して移動するだけじゃないの？モードがあるみたいだぜ。モニターモードっていうのが気になるね。とりあえずモニターを見てみるんだぜ。じゃあ、一階から見てみようか。バカだな。一階は今いる場所だぜ。だから二階から見るんだぜ。そんなこと知ってたし、今のはわざとに決まってるじゃないか、ははははは。はいはい。次は三階を見てみるぜ。エレベーターの前の箱が邪魔そうだね。三階は行けそうにないな。最後は四階だな。おっと危険すぎる。これは行った瞬間に行くね。行けそうな場所は二階しかないな。別の意味で4階でも行けるよ。じゃあ霊夢行ってこいよ。お断りします。さて、入れそうな部屋を探してみようか。それにしてもこの廊下狭すぎるな。逃げ道がほとんどないじゃないか。安倍さんは4階にいるから大丈夫だよ。じゃあ安心してゆっくり探索できるな。お、スイッチがある。押してみよっと。トロッコが動き出したみたいだな。トロッコの中にアイテムがあるのかな。さて、何があるんだろうね。安倍さん。全然安全じゃねえ。エレベーターに乗って逃げる。これで勝つる。そんなバカな。どうして動かないんだよ。プンプン。気を取り直して二つ目のスイッチ行ってみようぜ。さっきトロッコが全部安倍さんになってなかったっけ。カッター拾ったしよかったんじゃないか。さっきの安倍さんは何だったんだ。カッター拾ってよかった。思いついたことをすぐに口に出すのはやめようか。何が良かったーだ。良くなかったー。全く良くないぜ。カッターの使うところはわかるな。あの壁紙に違和感があった場所で使うんじゃないかな。私もそう思うんだぜ。じゃあカッターを試しに行ってみようか。あの部屋はどこだったっけ。ああ、思い出した。1階の右側の部屋だったね。そうそう、この部屋だぜ。そしてあの壁だぜ。おお、穴が開いたみたいだね。この部屋は牢屋だな。牢屋はしっかり閉める。青鬼で学んだことだよ。おそらく宝箱を開けると。やっぱり安倍さんが来たな。同じ罠に二度も引っかかるほど単純じゃないよ。この安倍さん高速移動しすぎだろ。諦めたみたいだね。青鬼みたいにガタガタ揺らしたりはしないんだね。青鬼は化け物だけど安倍さんは人間だからな。
人間だったら揺らしても無駄だっていうことくらいわかるだろうし。知能的には人間の方が上なんだね。あ、さっきドライバーを拾ったよ。ドライバーを使うところはまだ思いつかないから、とりあえず持っておこうか。次は宝箱からゲットした鍵を使う場所を探せばいいんだね。鍵は2階の階段で使うみたいだな。セーブをカットしたよ。今度から無駄なセーブはカットしていこうと思うよ。その方が動画が短くなって見やすくなると思うんだぜ。鍵ってどこで使うんだろ。階段ってそういう意味だったのか。3階のエレベーターが使えなかった原因のものを動かしちゃえばいいんだね。これで3階にエレベーターが使えるようになったな。あそこの穴から飛び降りれるのかな。ちょうど黒電話も見つけたし、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。オスオス、マリサだぜ。今回もアベオにやっていくぜ。今回はセーブした部屋の探索から始めるよ。さて、何かあるかな。玄関の鍵とかないかな。階段の鍵、ゲットだぜ。もしもここに玄関の鍵があったらゲーム的にダメだろ。いや、逆にこれくらい適当に置いてあった方が、わからなくていいかもしれないよ。確かに移動は疲れるけど、単なるヌルゲーになっちまうだろ。マリサ、ヌルゲーとかいやらしい発言だよ。はぁ、なんでだぜ。だってヌルゲーって、ヌルヌルとした触手が女の子に、あんなことやこんなことをするゲームでしょ。何そのトラブルみたいなの。違うから、生ぬるいゲームのことだから。へぇ、そうだったのか。トラブルはスクエアに行ってから暴走してるみたいだね。青少年なんたらがなんぼのもんじゃいって感じだからな。さて、3階も探索したし次は4階に行ってみようか。さすがに安倍さんもいなくなってるだろうしな。ダメだ、普通に歩き回ってる。ふふふ、これって4階に行ったら実はいませんでしたとかっていうパターンでしょ。男は度胸、ゆっくりも度胸。いざ4階へ。これは度胸じゃなくて無謀って言うんだぜ。くそー、ひどい目にあったよ。モニターを信じるべきだった。逆になぜモニターを信じなかった？もしかしてモニターを細工してるんじゃないかなと思ってね。深読みオツ。安倍さんをなんとかしないと4階に行けないね。どうすればいなくなるんだぜ。タクヤとタケシで二手に分かれて片方が荒れない。どうやらランダムで場所を移動してるみたいだな。じゃあいないうちに4階に行っちゃおうか。でも、おとり作戦って最強じゃない？確かに作戦的にはいいかもしれないけど、もしも私と霊夢が追われるとしたらどっちがおとりになるんだぜ。それはもちろん、マリサでしょ。だって私の方がマリサより断然可愛いし。おいおい、寝言は寝てる時だけにしてほしいぜ。霊夢が私より可愛いわけないだろ。だから霊夢がおとりで決定な。いやマリサだから。霊夢。マリサ。霊夢。マリサ。クソ、これじゃ拉致が開かない。そうだ、いいこと思いついた。ウプ主ちょっと来て。え、なんで俺呼ばれたの？一番可愛くないからおとりやって、異論は認めん。すいませんすいません、何でもしますから、この状況でおとりだけはやめてください霊夢様。ちょっとなんで俺一人しか逃げてないんだよ。ゆっくり実況なのにウプ主が実況しちゃってるよ。俺、この安倍さんから逃げ切ったら結婚するんだ。なーに、大丈夫さ。すぐに逃げ切るさ。ここは俺に任せろ。これだけフラグを乱立すれば、きっと助けてくれるはずだ。霊夢様、マリサ様、ウプ主を見捨てないで。この廊下どんだけ長いんだ。前からも後ろからも自由自在に安倍さん走ってくるし。救いの手はないんですか。嘘だ、夢だろ。これ、夢に決まってる。ところがどっこい夢じゃありません。これが現実。現実です。ウプ主の犠牲はきっと忘れないぜ。あの部屋には入っちゃダメだぜ。あの部屋って無限ループしてるみたいだね。ウプ主がいくら頑張っても逃げれないはずだね。無限ループって怖いよな。パソコンが暴走して止まらなくなったり。ドラクエで何を言っても強制的に洞窟のボスの退治に行かせようとする村長とかね。さっきの廊下ループは怖いループベスト3に入るな。ん？なんかこの床だけ鉄っぽいね。何かアイテムを使えば良さそうだな。
ドライバーくらいしか使えそうなものがないね。この鉄の床はネジで止めてあったみたいだな。ドライバー破壊するとかワイルドすぎる。ワイルドだぜ。カフェオーレは？マイルドだぜ。ワイルドマリサちゃんはほっといて、アイテムを拾おうっと。ちょ、スルーやめろし。この部屋はここに繋がってたのか。目の前が恐怖の無限ループ部屋だね。さて、次はさっき拾った鍵の管理室に行ってみようか。その前に一旦黒電話に行こうか。ここの落ちてすぐに黒電話があるのが便利すぎる。てか、ここで久しぶりに階段ぐるぐるが使えそうだな。おお、階段ぐるぐるができるなんて胸熱だね。てか、管理室目の前じゃん。想像してた部屋よりだいぶこじんまりとしてるな。ここはエレベーターの管理室だったのか。これで5階に行けるようになったのか。てか5階なんてあるんだ。5階があるのになぜ階段がなかったんだよ。設計ミスなのか。誰か匠を呼んできてくれ。移動する前のモニターチェックをしっかりしないとな。あれモニターが反応しない。行って確かめるしかないみたいだね。どうやら阿部さんはいなかったみたいだね。アイテムが左右に置いてあるみたいだね。これって片方取ったら、もう片方は取れませんみたいな感じなのかな。普通に取れたな。罠とかあるかと思ってたのに。拾ったアイテムはリビングの鍵と星型のピースだね。星型のピースの使い方はまだわからないけど、リビングの鍵ならわかるな。うほ、いい眺め。でも特に何もないみたいだな。じゃあ本館に戻ってリビングに行ってみようか。てっきりもう本館に戻ることはないと思ってたよ。だから図書館縛りとか聞いても意味なかったな。とか思ってたけど意味あったね。今普通に阿部さんいたな。図書館は縛りでやっていこうと思うぜ。図書館があるとものすごい楽に逃げれてつまらないからね。やっぱりゲームってスリルが大事だしね。ノーマルモードでスリルがどうのこうの言っても説得力ないけどな。仕方ないじゃん。ハードモード選んでグダグダになるのが怖かったんだもん。最初に至ってはイージーモードを選ぼうとしてたくらいのチキンなんだぞ。そんなチキンなんだぞって開き直られても。おお、阿部さんがいなくなってる。ところで、みんなはサマーウォーズ見たか？私は見た上に、さらに録画までしたよ。サマーウォーズ面白いね。花札のルールよくわからないけどやりたくなったぜ。イノシカ町、こいこい、それしかわからないね。花札って簡単なのか？花札が簡単かなんてことはどうでもいいよ。夏木先輩かわいいよ夏木先輩。霊夢がサマーウォーズを見る理由はなんだぜ？もちろん夏木先輩だよ。サマーウォーズイコール夏木先輩と言っても過言ではないね。ダメだ、こいつ腐ってやがる。とりあえずサマーウォーズはおすすめだよ。じゃあ、本館に戻ってリビングに行こうか。本館の戻る道ってこっちで合ってるよね。こっちくらいしか行けそうにないんだぜ。たけしが来た洞窟を戻っても、縄が切れてていけないし。どこからか阿部さんの音楽が流れてるんだけど、これって大丈夫？ダメだ、背後取られた。どこから来やがった。本館に向かってひたすら走るんだぜ。左の部屋に行って本館に繋がる部屋じゃなかったらやばいよ。おお、諦めたみたいだな。早めに諦めてくれてよかったよ。とりあえず知っている道に繋がってたみたいだね。この道は拓也とウルリカの時に通った道だな。あと少しで本館だね。思ってたよりも別館と本館が近かったね。たけしの洞窟でやたら迷ったから、遠くにあると錯覚してただけみたいだな。今回はここまでにしようか。次回はリビングの探索から行うよ。今回の投稿は少し遅れてしまってすまないぜ。こんな感じになって投稿することはこれからもありそうですが、ゆっくり待っててね。別にサマーウォーズを見てたから投稿が遅れたわけじゃないんだからね。サマーウォーズを見た後に思わず寝ちゃったなんてこともないんだからね。言い訳しすぎだろ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。どうも、ゆっくり霊夢です。おっすおっす、マリサだぜ。今回も阿部鬼の続きやっていくぜ。
今回はリビングの鍵を使うところから始めるよ。リビングはこの奥の部屋だと思うぜ。じゃあ、早速行ってみようか。やっぱりリビングみたいだな。リビングっていうから広い部屋を想像してたんだけど、これじゃ廊下じゃない？おそらく、この廊下がリビングにつながってるんだろうな。ここがリビングか。でもソファーとかテレビとかないね。代わりに何か石板っぽいものがあるけど。この石板っぽいものにピースをはめるみたいだぜ。他にもピースがありそうだから探してみるよ。これは何を表してるんだろ？5イコール4。あとそれを囲んでる矢印。よくわからないけどとりあえずメモっておくんだぜ。多分、何かしらのパスワードのヒントだろうしね。そのヒント以外、この部屋には他に何もなさそうだな。じゃあ次は、左下の部屋に行ってみようか。あそこに宝箱が置いてあるみたいだぜ。お宝お宝、これは私のものだ。宝箱を守っているかのように阿部さんが出てきたな。ちょ、こんな狭いところで鬼ごっこはきつい。石板の周りをぐるぐる回って、これは何かの儀式ですか？安倍さんのやる気を奪う儀式のつもりだったが効果はないようだ。武装なんでこっちに逃げてきちゃったと開かないとかよしてよ。開けごま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 。開けごまで開かないなら仕方ないな。この宝箱を調べると出てくるのか？やっぱり出てきたー。あの宝箱の中身はきっと大事なものなんだぜ。そんな大事なお宝ならなおさらいただかなければならないね。霊夢が泥棒みたいな発言してるぜ。あ、おまわりさん、ちょっとこの人が泥棒しようとしてますよ。おまわりさん違います。こっちの勘違いです。はい、はい、すいませんわざわざ。ちょっとマリサ、私のは泥棒じゃなくてトレジャーハンティングしてるだけだってば。人の家でトレジャーハンティングしていいのは勇者だけだぜ。ちょっと今から勇者になってくるから。動機が不純すぎるだろ。いいじゃん別に。まさかのパスワード付きの宝箱だったぜ。どんだけ強固な守りしてるんだよ。セコムとか目じゃねえよこの二重の守り。安倍さんがガードマンしてたら誰も近づけないな。近づこうものなら捕まって拷問列車になってしまうよ。おお、怖い怖い。さて、次は階段を登ってみようか。なんかここにも安倍さんいるし。まあ、ここは気づかれないようにスルーしていこうぜ。あそこにアイテムが落ちてるみたいだね。ん？ウルリカちゃんどうしたんだ？ああ、スカート履いてるんだな。ウルリカちゃんのスカートの中、うへへー、ぜひとも登ってほしいね。霊夢の行動がゲスすぎる。私はゲス道を極めるんだ。武士道みたいに言ってるけど、単なる変態じゃねえか。違うよ僕は変態じゃないよ。仮に変態だとしても変態という名の紳士だよ。熊吉のパクリ。突っ込んでる間に阿部さん出てきた。あそこは危険だから後回しにして、まず下の部屋に行ってみるよ。テーブルの上に何かありそうだな。でも何もなさそうだよ。次はあの石像を調べてみるよ。おお、スイッチがあるみたいだな。おお、隠し部屋が現れたね。よし、早速行ってみるんだぜ。何があるのかな。わーい宝箱だー。落とし穴だな。単純な罠に引っかかったな。ここでは、別に宝箱を取りに行こうとして落ちたわけじゃなくて、そろそろセーブしておかないとなと思って計画的に落ちたんだよ。はいはい、天才的な計画性カッコワラだな。カッコワラとか言うなー。それともカッコ馬の方が良かったか。カッコ馬って何？バカの略なのか？あ、バカがいた。無駄話しながら安倍さんから逃げるのは良くなかったね。あの安倍さんだからって舐めてちゃダメだぜ。あの安倍さんがうろちょろしてるのが意外と邪魔なんだよね。油断してるとやられるからな。さて、次は落とし穴に気をつけていくぜ。見るんじゃない、感じるんだ。感じた結果がこれかよ。ここから8倍速のダイジェストでお送りするよ。ちょ、8倍速とかどんだけ落とし穴に落ちたんだぜ。ご覧のありさまだよ。編集でカットしようか迷ったけど、この落とし穴にこれだけハマったってことを知ってもらうために、あえて8倍速にしたんだよ。
8倍速でもなかなか終わらないんだけど。だって、実際には10分くらいやってたしね。しかもなぜか意地になって左側からしか行こうとしてないし。だって左にちょっと進めたから、これならいけるとか思い込んじゃってさ。てか、ダイジェストやっと終わったな。この時になってやっと思い出したことが一つあるんだよ。ほう、なんだぜ？雑な地図があったっていうことだよ。あ、すっかり忘れてた。拾ったのかなり前だったから、つい。これを見る限り、右側にも何かあるみたいだね。宝箱までの道のりはかなり長いな。手探りでここまでできただけすごいな。まあ、地図さえあればあとはサクサク進めるね。身横のサクサク進む姿を。調子に乗るからこうなるんだぜ。そしてなぜまたダイジェスト？それはね、地図の存在に気がついたからサクサク進めると思ったのに、場所の見間違いとかでかなりグダグダになったからだよ。どんだけ見間違えれば気が済むんだよ。だって今回の動画は編集する前は20分くらいあったんだからね。動画の半分以上が落とし穴に落ちてるって恐ろしいな。おお、ようやく宝箱にたどり着けたよ。男マークのピース、ゲットだぜ。これを手に入れるのに苦労したな。じゃあ、次は右側にも何かあるみたいだから行ってみようぜ。その前に絶対にセーブしないとね。そうしないと苦労が水の泡になっちゃうからね。ついでに石板に男マークのピースをはめていこうぜ。おっとスルーしそうになった。ピースもはめたことだし、さっきの部屋の右側に行ってみようか。そうそう、ここの部屋の阿部さんは逃げているうちにいなくなったんだよ。まあ、邪魔者がいなくなってよかったな。突然ですが皆さん、夏はどう過ごすんですか？私は夏祭りで花火を見るくらいしか予定がないぜ。夏祭りの屋台で一番食べたいものって何？私はたこ焼きかな。当たり外れが激しいけど。私はリンゴ飴だな。リンゴ飴なんて可愛らしいもの好きだな。フランにも何かかってね。フランは何が食べたいんだ？ね、わたあめに焼きそばにかき氷に焼きとうもろこしにそれからね。わかった、全部買ってあげるから。霊夢がね。わい。私そんなにお金ないんだけど、そしてゲームの方はすごい場所にいるんだけど。なんだかよくわからないけど、宝箱がある部屋に落ちたな。またパスワード付き宝箱かよ。パスワードとか知らないよ。わからないからとりあえず進んでみようか。その前に拾ったアイテムをチェックしないとね。さて進んでいこうか。あ、落とし穴だ。阿部さんが待ち構えてた。よくわからない部屋逃げるの怖いよ。この穴さっきの穴だ。ここなら必殺技が使える。久しぶりに使う時が来たようだな。必殺、階段ぐるぐる。説明しよう。必殺階段ぐるぐるとは、あの青鬼からすらもたやすく逃げることができる最強の逃走手段である。この通り阿部さんですら諦めてしまうほどだ。ふう、階段ぐるぐるがあったから余裕だったな。今回はここまでにするぜ。ご視聴ありがとうございました。次回までゆっくりしていってね。どうも、ゆっくり霊夢です。おっすおっす、マリサだぜ。今回も阿部鬼の続きやっていくぜ。今回は初めに、前回阿部さんから階段ぐるぐるで逃げ切ったところに落ちてたアイテムを拾いに行くよ。じゃあ早速行こうか。動画にたくさんのコメントをくれた方ありがとうございます。ものすごい増えてたから、うぷ主は二度見どころか思わず三度見してたよ。破れたメモ B、ゲットだぜ。前回拾ったメモ A と合わせることができるんじゃないか？おお、できるみたいだね。合体。ものすごい地味に合体したな。でもちゃんと合体したよ。J、4、R、何かの暗号っぽいな。宝箱のパスワードかな？このテーブルにあるのってビールなのか？阿部さん軽くいっぱいやってたのか？いっぱいの E、O にしていってみて。おっぱい。堂々と間違えすぎてて何も言えないよ。これはキーボードの位置のひらがなを見るとわかるね。STS はトマト。S アスタリスク E は時計だぜ。丁寧に右下にイチゴじゃないよってヒントもあるね。この暗号は宝箱のパスワードっぽいな。とりあえず覚えておこうか。多分、さっきの張り紙は暗号の解き方だと思うよ。ああ、なるほど。さっき合体させたメモの暗号がパスワードってことか。じゃあ、
宝箱のところに行ってみようか。パスワード付きの宝箱って二つあったよな。うん、とりあえず左の部屋の宝箱から試してみようか。こっちの宝箱はすぐに行けるけど、もう一つは落とし穴の部屋を行かないとダメだな。こっちの宝箱は違うみたいだね。こっちのは4桁の数字がパスワードになってるみたいだから。知ってるパスワードは数字じゃないもんな。あ、でも、宝箱に行く前に、前に阿部さんに捕まった階段から行ってみようか。なぜ今行こうと思った？思い立ったが吉日って言うじゃん。わかってるからちっとも怖くないよ。おいそこ壁だぜ。壁とドア間違えた。今すぐ眼科行ってこい。気を取り直して、いざ、鬼ごっこだ。どうやって阿部さんから逃げるんだぜ。もちろん、階段ぐるぐるを使って逃げるよ。そういえば、階段ぐるぐるって名前もうちょっとかっこよくならないのか。うん、かっこよっか。よし、思いついた。必殺、階段トルネード。さほど変わってねえじゃねえか。カタカナにすればかっこよくなると思ってるだろ。じゃあこれでどうだ。必殺、超階段逃走術。一つだけよくわかったことがある。ネーミングセンスのかけらもないな。バレてしまったか。てか阿部さんしつこいな。お、諦めてくれたみたいだな。ふう、危なかったよ。もう大丈夫だろうとか思って階段から離れたのがよくなかったね。まあ逃げ切れたしよかったじゃないか。これで上の階に行けるようになったな。あれ、鍵がかかってるね。じゃあ、さっき後回しにした宝箱のパスワードを解きに行くんだぜ。宝箱のところまで倍速にするよ。倍速って便利だな。実際は軽く迷ったんだけどな。さて、宝箱まで着いたよ。そしてこの宝箱にパスワードを打てばいいんだね。じゃあ、メモを見て暗号を解こうか。J、4、R のキーにあるひらがなは、ま、う、す、だな。マウスってパスワードに打てばいいんだね。携帯電話、ゲットだぜ。そういえば思ってたんだけど、黒電話とか携帯電話とかあるなら助け呼べばよくない？きっと電波が届いてないんだろ。黒電話は電波関係ないんじゃない？ゲームだから仕方ない。ゲームだから仕方ないね。携帯電話でチキンセーブができるようになったみたいだね。これで私は最強になった。調子に乗ってセーブするところ間違えて、ハマり状態になるなよ。ふふふ、最強がそんなミスするわけないでしょ。おい、変なフラグ立てるな。ところで、次はどこに行くんだぜ？それがちょっとわからないんだよね。宝箱の中身が鍵だと思ってたからさ。携帯電話って便利だけど攻略にはあんまり必要なさそうだし。だから適当に歩き回ってるのか。でもそんなに歩き回ってると阿部さんが出てくるぜ。あばばばばばば、本当に出てきちゃったよ。ここじゃ階段ぐるぐるは使えないぜ。だから焦ってるんだよ。あれ、この先って確か行き止まり。どうするんだぜ。ささ最強に資格なんてないんだよ。正面から迎え撃つ。あぼーん、迎撃失敗。さっきの拍子に行ってないところを思い出したよ。ほう、でもここは鍵がかかっていて行けなかったはずじゃ。頂上は鍵がかかっていていけないけど、この一つ下の階のドアを調べ忘れてたんだよね。じゃあそこに行けばよさそうだな。おっと、阿部さんがドアの近くにいたよ。タイミングを見計らっていかないと捕まるな。異形強行突破作戦。おい、アドバイス無視かよ。私はそんなせこい手は使わないよ。これはせこい手じゃないのか？ドアを使って阿部さんを諦めさせるとか。これは頭脳プレイって言うんだよ。霊夢の頭脳とかあんこだろ。てか、この部屋はなんだぜ。この床は矢印の方向に自動的に進むみたいだよ。あの赤いスイッチを押せばよさそうだけど、床が複雑になっててわかりにくいな。まあ適当に乗ってればつくでしょ。今回は動画の投稿が遅れてしまってすみません。ちょっと夏バテっぽくなってしまっていたので休んでました。みんなも夏バテには気をつけるんだぜ。暑いからってアイスばっかり食べてたのが良くなかったね。ちなみに好きなアイスは？やっぱりガリガリ君かな。たくさんの味があるし、ソーダ味とコーラ味が好きだよ。みんなは何味が好きかな？質問しながらサクッと捕まったな。あんな捕まり方二度と嫌だな。こんな捕まり方も嫌だぜ。さっきのは油断してたから捕まっただけだよ。
ほら、注意すればこの通り楽勝。じゃあ、この移動床の部屋をさっさとクリアするぜ。考えながらやってたから4倍速にするよ。矢印以外の床はワープ床だったぜ。同じ模様の床にワープする仕組みだったぜ。たまに同じ場所に戻ってきちゃうね。でも、無事にスイッチにたどり着けたみたいだな。スイッチ、オン。これで右側にあったドアが開いたんじゃないか？おお、開いてるね。その前に下の方にも行ってみようか。反応早かったな。安倍さんがこっちに向かって走ってきてたからね。じゃあこの穴に落ちてみようか。あ、ここってウルリカちゃんがはしご登るの嫌がってたところだ。いやなんでまた試そうと思ったんだぜ。もしかして今なら登ってくれるんじゃないかと思ってね。今こそ登る理由がわからないぜ。だってアイテムがもう落ちてないんだぜ。なんでアイテム拾ったんだ畜生。逆にアイテムを拾わなかったらあそこまで何しに行ったんだぜ。ウルリカちゃんのスカートの中を覗くため。本当にダメだこいつ。誰か変態に効く薬を持ってませんか？持っている人がいたら即霊夢に与えてください。じゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回まで。ゆっくりしていってね。どうも、ゆっくり霊夢です。オスオス、マリサだぜ。今回もアベオニやっていくぜ。アベオニは今回で最終回だよ。最後まで逃げ切ってみせるよ。今回は何からするんだぜ？前回の続きのって言いたいところだけど、進み方がわからないから部屋の探索からするよ。前回はドライバーを拾っただけだったもんな。どこかに取り外せるものがあるのか？そんなのあったかな。アイテムの取り逃しもありそうだから部屋の隅々まで探してみるよ。いつもちゃんと調べてたつもりだったのにな。まあ、シラスつぶしで部屋を探していけば何か見つかるでしょ。霊夢、シラスじゃなくてシラミな。シラミ？サラミの親戚か何か？うわ、一文字違うだけでもはや別物。お、板を拾ったみたいだよ。この板をどこかで使えばいいのか？穴の開いた板、穴の開いた板。ふふふ、私思いついちゃった。おう、どこで使えばいいんだ？それはね、アベオニを始めたばかりの頃にみたいに使えばいいんじゃないかな。え、なんてあったか？カオスナエって前に言ってたやつだよ。ああ、なんとなく覚えてるな。じゃあそのカオスナエのところに行ってみようぜ。確か3階にあったはずだよ。これで違ったら本当に当てがなくなるな。ゲゲ、アベさん。最終回なんだからかっこよく逃げ切るんだぜ。ふふふ、階段ぐるぐるなんてなくても私は余裕で逃げ切れるというところを見せつけてあげるよ。おお、頑張れ頑張れ。怒涛の安倍さんラッシュ。おい、どこが余裕なんだぜ。結局階段ぐるぐるしてるじゃねえか。だってあまりにも逃げ切れなかったんだもん。でも、これでようやくカオスナエのところに行けるね。また安倍さん出てきたりしてな。いい加減進みたいよ。あんなに連続で捕まったの久しぶりだよ。ああ、この部屋の絵だったな。やっぱりカオスナエだな。じゃあ、この絵に板を使えばいいのか？おお、合ってるみたいだね。やっぱり私って天才。あれ？途中で勝手にやめたぜ。固定しないとダメだったのか。じゃあここでドライバーの出番だね。ちょうどネジも持ってるしな。これで何かわかるのか？おお、6724。これが宝箱のパスワードだね。相変わらずたけしがワイルドにドライバーを破壊してるな。宝箱のところまでカットするよ。ハート型のピース、ゲットだぜ。これが最後のピースかな？とりあえずはめてみるぜ。最後だったみたいだね。アベさーん。これが最後のピースなら出てきそうだなと思ってたけど、予想通りだったな。予想してたなら私に教えてよ。私はピースを揃えた満足感に浸ろうとしてたのに。悪い悪い。で、どうやって逃げるかは聞かなくてもわかったぜ。安定の階段ぐるぐるである。ここを使わないとうまく逃げ切れる気がしないよ。
階段ぐるぐるがあれば図書館とか必要ないな。あれ？これって最強じゃね？これこそ、必殺、スーパー階段ぐるぐる。説明しよう。スーパー階段ぐるぐるとは、スーパーな階段ぐるぐるだ。説明になってないよ。わかりやすく例えると、普通のうどんからきつねうどんになるくらいだぜ。例えるものがひどすぎるよ。まあきつねうどん美味しいけどね。次はさっき拾った廊下の鍵のところに行けばいいんだな。本館の4階だから、移動床の部屋がある階だね。ここだぜ。右側から行ってみるよ。ここにも宝箱が置いてあるみたいだぜ。これにもパスワードが必要みたいだね。でも、パスワードのヒントらしきものがないんだよね。お、あのドアはなんだぜ？鉄格子っぽいけど牢屋なのかな？調べても何もなかったぜ。お、これ宝箱のパスワードじゃない？割とあっさりと見つかったな。じゃあ、早速打ち込みに行こうか。6948がパスワードだぜ。こんなに近くに答えがあるならパスワードなんていらない気がするんだけどな。確かになんでだろうね。左の部屋の存在に気がつかせるためにかな？え、なんでゲームオーバーになったの？間違えるとゲームオーバーになる仕様なんじゃないか？でも、ちゃんと6948って打ったはずなのに。立ち位置を変えてもう一度試してみようぜ。じゃあ、こんなところに出てくんなぁ。さっきのゲームオーバーは捕まってたみたいだな。冷静な分析ありがとう。でもそんなことよりこの狭い場所から逃げ切る方が普通に逃げれた。ふふふ、こうなればこっちのものだよ。あとはスーパー階段ぐるぐるで逃げ切るだけだよ。それ以前の問題だったな。でも、パスワードが違うってことは分かったぜ。張り紙にパスワードを解くヒントになりそうなものがあったのを思い出したよ。安倍さんから逃げるついでに見に行ってみるぜ。張り紙じゃなくて普通に置いてあったね。5、イコール、4だから、4のところに5を代入すればいいのか？それとも矢印があるから全部逆さにして代入すればいいのか？とりあえず4のところに5を代入して試してみるよ。今から試すのは代入するだけだから6958になるぜ。これが違った場合は逆さにするから8569になるぜ。じゃあ早速試してみるよ。こっちじゃないみたいだぜ。この時何を思ったか、このところを2にして試してるよ。そして安倍さんにまた追われることになったっていう。そしてこのざまだぜ。次は8569って打つよ。これでも違ったら私もどうすればいいの？一生安倍さんと鬼ごっこをしましたとさ、めでたしめでたし。めでたしめでたしじゃないよ。全王、合ってたよ。宝箱の中身は階段の鍵だったぜ。多分使う場所は建物の頂上だね。名前からしてそうだもんな。いよいよ最後って感じがしてきたね。携帯電話使ったら行ってみようか。携帯電話を使うところはやっぱりチキンだよな。前よりは良くなったと思うよ。前だったら場所移動するごとにセーブしてたし。この部屋は椅子しかないぜ。座ればいいのかな？座った瞬間拘束されたりしないよね。照明さん仕事仕事。この声は安倍さん。ほいほいと入ってすんません。まあ、青鬼からも逃げ切ったからね。どうやら質問の答え次第で変わるみたいだぜ。ウルリカちゃんが道屋のことを心配してる。女には厳しいぜ。なるほど、道屋の人生がかかってるのか。ゾクゾクするね。もちろん、仕事は最後までやり遂げるよ。友達を見捨てるわけないだろ。あ、でも落ちそうなのがマリサだったら別にいいけど。おい、ウプ主が。俺に恋愛なんてないんだ。だから俺は男同士の友情を選ぶんだ。って言ってたから、理由なかったらガチホモじゃねえか。私の辞書に不可能という言葉はないんだよ。うわぁ、最後に難問来たよ。いやいや、ここまで来たなら助けようぜ。そうだね、全員で脱出しようか。さて、どういう結果になったんだろうな。牢屋ってことは道屋を助けることができるみたいだね。さっき見つけた鉄格子がやっぱり牢屋だったみたいだな。
鉄格子調べた時にいるなら返事くらいしてほしいね。まあ、何はともあれ、パート1以来の道屋との再会だぜ。おお、感動の再会。よく無事だったな。最初の悲鳴は何だったんだぜ。じゃあもうこれで帰れるね。出口まだ確保してないけどな。まあ、出口なんてすぐに見つかるさ。とりあえず1階に行ってみようか。そうすれば何かしらのヒントがありそうだしね。え、何この部屋。きっとあれだよ。私たち疲れてるんだよ。ゲームのマップが変わるとか、脱出ゲーでありえないでしょ。ウルリカの言う通り超展開だな。もはやどこに進めばいいのかもわからないぜ。とりあえずどんどん進んでみるしかなさそうだね。進んでも階段らしきものは見当たらないな。何もなくて怖いよ。安倍さんが追いかけてくるなら逃げればいいやってなるけどさ。その安倍さんすらいないからな。あれ？私たちのやってるゲームって夢日記だっけ？いや、安倍鬼だから。うお、安倍さん出てきた。なんか急に音楽も流れ始めたな。うわ、なんで普通に安倍さん歩いてるの？確かにさっき何もないの怖いとか言ってたけどさ。でも特に狙ってきたりはしないみたいだぜ。わけがわからないよ。なんか普通にぶつかれるし。霊夢、逆襲はそれくらいにしておこうぜ。お、音楽が変えれるみたいだね。これはやらないかみたいだな。せーの、でもそう。これは恋愛サーキュレーションだけどすごいことになってるね。最後のはライオンみたいだぜ。音楽はライオンでいっか。この歌もすごいことになってるね。ずっと聴いてたら洗脳されそうだね。だんだんこの空間にも慣れつつあるんだぜ。こんなところに慣れたくないもんだぜ。お、なんかベッドの上に安倍さんがいるよ。霊夢に至っては慣れすぎて安倍さんで遊び始めたぜ。道屋の扱いがネタすぎる。顔が半分しか映ってないし、もはや学生ですらないよ。やっぱり道屋はそういうキャラなんだね。最後までキングオブネタキャラだね。そこは言っちゃまずいんじゃないか？行けたから言っていいんだよ。本当にガンガン突き進んでいくな。安倍さん走ってきた。余計なところに行くからこうなるんだぜ。だって気になったんだもん。お、あそこに穴がある。だから余計なところばっかり調べると。余計なところばっかり調べると貞子に会うみたいだね。いやこれそういうゲームじゃなかっただろ。急に RPG になったな。HP と MP かと思ったら全然違うんだけど。堀と魔族って書いてるし。貞子つえー。道屋よえー。これは逃げるしかない。貞子が倒せない。道屋終わった。なんだあのチート貞子は、倒せるわけないだろ。いや、倒す必要ないから。無視すれば問題ないから。そうなのか。霊夢がなかなか進まないでうろうろしてるせいだぜ。じゃあ、探索はやめてまっすぐ進んでみるよ。お、あそこにアイテムがあるぜ。よっしゃー。玄関の鍵来たー。この安倍さんも道を開けてくれたみたいだぜ。ここは教会？もしかしてもう外に出たのかな？外に出て確かめてみようぜ。でも玄関の鍵拾ったし、やっぱりまだ中なんじゃないかな？そうみたいだな。でも、玄関がすぐ近くだから脱出しに行こうぜ。これで長かったこの館ともおさらぼっと安倍さんだぜ。けいやー喋ったー。道屋と霊夢のシンクロ率の高さがすごいぜ。うわー。どうせならウルリカちゃんとシンクロしたい。バカなこと言ってないで最後の鬼ごっこなんだから気を引き締めていくぜ。ここから玄関まで逃げ切るなんて余裕すぎるよ。この石板を一周してから玄関にダッシュだよ。階段ぐるぐるには今回もお世話になったな。でも最後はそんなのに頼る必要ないよ。玄関までもう少しだぜ。あと残りワンコーナーだ。玄関が見えたぜ。
あとは走り抜けてフィニッシュだぜ。見ろ、安倍さんがゴミのようだ。ムスカ大佐のパロディーをしてセリフに仕上がった。これで全部が終わったんだね。悪夢ってことにしておきたいぜ。まあ間違いなく全部現実だろうけどね。道也、お前が言うのかよ。そしてまさかの夢落ち。はい、これで阿部鬼クリアだぜ。ここまでご視聴してくださった方ありがとうございます。阿部鬼は青鬼より心臓には優しかったですが、謎解きがなかなか難しかったです。これからのゆっくり実況について話すぜ。ウプ主の就職活動が9月から始まるため更新速度がかなり下がると思うぜ。一応は上げると思うから、それまでゆっくり待っててね。次回作についてはアクションでいこうと思うよ。青鬼、阿部鬼とホラーゲームが続いたからね。東方をやろうかなと思ったんだけども、ウプ主の腕前では無理そうだからやめておくぜ。だって、イージーですら苦戦してるくらいだからね。じゃあ、このかっこいい BGM を流しながら今回はお別れといきますか。次回作まで、ゆっくりしていってね。のんけでよかった。ガチホモとか言われたらどうしようかと思ってた。最後の最後までご視聴ありがとうございました。